え、なんでどうしたの嘘でしょえ、なんでなんでなんで もってこい。チャタンのことなら、俺に聞け。うん、飛んでいったらいいわね、今ね。さあ、今週も始まりました。毎週日曜日のこの時間帯ですね。午後2時から4時まで、2時間の生放送で、チャタンのことなら、俺に聞け。はい。あの、チャタンのことをいろいろ話していこうというような。 番組ですが今日はねあのー、先週も行ったんですけれども c 1グランプリチャタングルメバトルが今日開催されておりまして先ほど僕もあのー、行ってきたんですよねちょろっとだけね、うん、めっちゃ人いっぱい本当にあーあそうかあのー、お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけども望むいないねあ引退じゃないですからね <laughs> 予定では3時ぐらいには来れるんじゃないかなというふうには言ってはいたんですが、あ,あ、なんか今日あのー、ちょっとイベントがあってで途中から来ますみたいなことが言ってましたね。うん。本当さあのー、それは別にいいんだけど、あのー、先先週先週ぐらいからかこのツイッターでも。 つな、うん、がっているので、えー、インターネットでもねつな、えー、がってたり、まあ、それの中のツイッターで、えー、番組つながっているのでこの見えるかなあのこ,れあいこれは iPhone ね、うん、動画配信もやってるんですけどユーストリームで,でそれで iPad 持ってるので,で iPad であの見ようと思ったらこのスライドができないんですよだからなんて言うんだろう 画面にいか,かないから一回電源切ったんですね電源切ったら立ち上がらないっていうこれは故障ですかね <laughs> マジかとか思いながらうーんまだこれ使えると思うんだけどな全然あっんかついたいけそうですね なんか iPhone で見るのもいいんですけど iPad の方が見やすいじゃないですかもうあの老眼が近いんですよ <laughs> 悲しいことにちょっと iPad の方がいいかなと思って、まあ、iPad は持っていたのでそこにアプリを落とし込んで、うん、この見ていこうというような感じでね、うん、さあ今日もあの2時間生放送でお送りいたしますが今日はですね あのを早めに行いますというのも、チャタングルメバトル、えー、向こうのチャタン球場の方でやってるんですけれども、えー、これを聞いていきたいなって思う人が出てくるんじゃないかということで、でそれで、あのちょっと今日はは3時じゃ早めます、うん、早めて、あのー、お腹空すいてるからじゃないですよ。<laughs> ああお腹空いてるからではなくて、まああのー、これ聞いてねああ食べる音聞いてね、うん、美味しそうだなって思えばその会場に向かっていただければ、はい、後ほど、あのー、またチャタングルメバトルの紹介もしていきたいと思いますのでえよろしくお願いしたいと思います。 さあ、えー、今から2時間、途中で、えー、のぞむも、うん、来るということですので、えー、お送りしていきましょう。二、えー、2時間生放送で私、宮城拓まが、1時間ぐらいは俺がずっと喋るかな。多分ね、うん、基本的には2人で喋ってるんですけれども、えー、今日は、えー、それを、あの、のぞむがね、来るまでの間。 やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。この番組は地域づくりを情報通信技術で応援する株式会社クレストの提供でお送りします。あの、チャタンでこのグルメバトルをやってるんですけれども、同時になんかあの、 えー、ハワイのなんか催し物というかフラダンスチャタンという、うん、このものもサンセットビーチの方でやっていて、えー、さっきね赤いドレスを着たこのフラダンスドレスっていうんですかなんて言うんですか別にフラダンスドレスとは言わねえか <laughs> たくさんいらしてねで今日このスタジオの2回か3回ぐらいが。 その方たちの、あのー、控室、楽屋になっているんですよね、で最初、選、あ、手、のー、もい行ったじゃないですか、あるよということで、最初、気づかなくてね、もしかしてこれ、観覧車の下でやるのかなと思って、いろんなイベントがある,あるのかなって、これ、かぶりすぎじゃないかと思ったんですけど、違うようですね、ちゃんと、あのー、チ、え、ャ、ー、茶ン球場のイベントと。 でサンセットビーチのイベント、あのコラボしてやっているそうですので、うん、でそこから、あのー、これね、あの聞いてる人は本当に行った方がいいですよ、チケット制3食で1000円なんですよ、めっちゃ安くないですか、めっちゃ安い、1000円で、要は3食食えて、ほんで、あのー、1本、赤い棒をもらうんですよ、これ、何かっていうか、あの投票用の赤い棒をもらって、 で,で、まあ、しかったところに入れるというような感じで。ああで、それで、まあ、審査員は、要するに、えー、来てるお客さんということになるんですよね、うん。だから、あの、20店舗だったかな。店舗数で言えば。十、う、九、ん、19店舗か、うん。あるようですので。はい。で、会場で、えー、入って左側の方にね、 正面から入って左側の方に、え、舞台があって、で、えっと、またその奥側の方にチケット売り場ありますので、え、食べ比べをして、で、それから投票箱に入って、というような形で。で、昨日、今日と行われていて、今日が最終日だそうですので、ぜひ、今お聞きの、うーラジオお聞きの方、ぜひ、チャタンの方にですね、足を運んでいただいて、チャタングルメバトル。うん、毎年これをなんか大きくなってるような感じするね。ステージ本。 いろいろあって、なんか、ダンスとか、なんかいろいろやっておりましたね、うん。なので、ただ食べるだけじゃなくてね、うん、この、見るのもよし、えー、それからビーチの方ではまた、フラダンスのね、うん、催し物あるというふうに聞いておりますので、えー、そこに行っていただいてもよし、5時半までというふうに聞いておりますので、うん、今日の5時半ですね。 えー、17時30分まで,で、17時30分からまあ18時ぐらいにかけて、えー、審査投票という形で、そのまあ、どこのお店が今年を優勝するのかというような形で、やるようですので、はい、よろしくお願いしたいと思います。うん、えっとととと、Twitter、うん、見てみましょうかあ、これじゃないの、よいしょ。 うん、あ望むから先に来てるねああえー、よいしょ「友達の結婚式なこの後のステージでこの結婚式のためにレコーディングした歌を歌います「えー、ラジオはすいません遅れてきます」ということでラジオでは歌わないんですかね <laughs> まあでも友達友達が友達のための あれですからね。うん。いや。まあまあ、あの、来ていただければ。はい。後から来ていただくっていうことなので。はい。これ、あの、聞いたの、一昨日なんですよね。<laughs> うん。まあまあ、いい、いいですよ。あの、僕、一人で、あの、進めていけるので。で、あとはなんか、あの、 引き出物が何なのかっていうのが気になるのでそれを報告していただければ <laughs> <laughs> 引き出物であれよね食べ物がいいなもうこの年になってくるとこの年になってくると言ったらおかしいけど僕もあの昔バンドをやっていてでそれであの結婚式のこの余興とかによく呼ばれることがございましてでやっぱり引き出物もらうんですようんならね 俺がだいん二いい25、6、7。その辺あたりの時は、まあ20代の時か。だからパニックやってる時だから。うん、バンドやってる時は、そういう結婚式の引き出物って、もう、コップかお皿なんですよね。あもうね、本当にあの家にコップと皿だらけになりまして、今でもまだ開けてないやつとかもありますよ。 ないですかこういうの <laughs> <laughs> いやーありますねだから箱はもうなんかちょっとちょっと薄汚いんですけど中身は全然あの綺麗だっていうことででこの間渡岡から電話があって、うんこのあの「こんだけの引き出物って言って文句言われるんかなと思ったら「箱汚いけど中上等だから使おうをねガチャ」って「なんの電話やんば」 何 <laughs> の報告だったんですかね、うん、そういう電話があった時もありましたね家にも持ってきてたし、うん、あんたなんかこれ使いなさいって言っていやいやこれ俺がもらってきたやつ <laughs> <laughs>、うん、新郎新婦の名前とか書いてあるんですよ箱に、うん、だからそういうなんていうの引き出物だとかっていうのはもう あのー、食べ物がいいですね。最近食べ物ありますねバームクーヘンとか。うん。ああいうのがあるのであ、その辺がいいかな。もう食べて、なんていうの、美味しかった思い出を残した方がいいんじゃないかな。あ人によってはね、俺なんか友達、これは友達からなんだけど、あの、コップね、俺の名前書いてあるんですよ。一人一人。で、名前書いてあって、で、あ、おしゃれだなと思って、 で、その後最近、まあ最近ってもう3年前ぐらいですけど、3年前ぐらいに、高校の後輩の結婚式に行ったんですね。で、それで、あのコップに名前が書いて、あ、これもう箱見てわかるんですよ。箱というか、あの袋に入ってるやつ見て、あ、これ、一人一人コップ、名前書いてあるやつだ。っていう風なテーブルの話になって、ああ、わかるよ、わかるよ。で、あのローマ、ローマ字で書いてあるよ。 っていうようよな感じで言っていや、これ、一人開けたんですよいやこれ漢字で書いてあるあそうなんだと思って、まだ新しく、この、なんていうの、ローマ字漢字で選べるんだなーとか思いながら、えー、琉球ガラスみたいな、うん、みたいなですよ、琉球ガラスではないと思うんですけど、琉球ガラスみたいなものに文字かかってるんですけど、俺の漢字を思いっきり間違えててね、何を思ったか、俺、近所おたくになってるんですよ、誰やみハ <laughs> <laughs> なんか 二個下の後輩で、で、一個下の後輩も名前間違えられててね。まあでもあいつはいいか。あの、漢字が違うっていうだけで。ああ。俺名前そのものが違うかったからね。<laughs> ああいうのちゃんと下調べしろよ、愛心。<laughs> <laughs> 本当に。うん。いや、ああ,あ,あいうのまあやっぱり、そうね。食べ物の方がいいかな。ああ。 さあ、このチャタングルメバトル、日あの5時までということですので、えこっちにはチラシがありますね。え動画の方見えますかね。あちょっと見えにくいね。やっぱり光、あこう、こう、こうだったら見えるか。うん。C1 って真ん中に書いてあって、えチャタングルメバトル、そうですね。え C1 グランプリ。ということで、えっと、これはですね、 あのー、昨日ょうと開催していて、いやよかったね、本当に晴れて、今日夏みたいな感じですからね、あなんか今日あっちに行ったときに頑張って、なんか、なんだ、秋の格好というんですか、もう11月も3分の1終わろうとするじゃないですか、季節的には確かに長袖、なんていうの、羽織るやつ、うん、だとかっていうの、いいと思うんですよ、季節的にはですよ、ただ沖縄だけは違う。 <laughs> どんだけ暑いから。今、部屋の温度30度ですよ, <laughs> よ。ようやく30度に落ちましたね。さっきよりは涼しくなってきましたけど。外は、まあ、もうちょっと涼しいかもしれないけど、あの、こっち、あの、この番組が始まる前は、前の時間はないんですよ、こっちで番組。 だからずっと締め切ってるからね、熱がこもっていて温度が上がってると思うんだけど、外はね、まあでも30度あるんじゃないか、今日。日陰にいたらめちゃめちゃ涼しいですけどね。うん。もう、あのー、基本的には暑いですね。あだから、さっき、まあ女の子だったんだけど、向こうの会場からここに、このスタジオに向かってる時に、あのー、 ロングコートに、ロングコートっていうか、なんか羽織るもの、ちょっと丈の長いやつ。うん。ね、羽織っていって、な、中、中もなんか、あの、なん、なんていうんだろう。ちょっとあったかそうなの着て、あの、ブーツ履いてたんですよ。<laughs> どう見ても、この気温にはアンバランス。なんだけど、あ、おしゃれしたいんだろうね。頑張るんだよね。うん。いいと思うんですよ、おしゃれするのは。うん。 間違ってんだろうね、今日朝から出てるんだと思いますよ、多分うん。おそらくですけど、6時とか、5時半とか6時とかに出てないかな、この、このさっきの女の子。ああ。えーゴングさん。うん。あさっきの引き出物のくだり。やけに引き出物にこだわるたくまさんかっこ笑いということで。どんだけあるから、本当に <laughs>。俺、多分ね、 あの、七八とかじゃないですよ。引き出物もらった数って。多分、五十、六十ぐらいあると思いますよ。いらないでしょ <laughs>。誰か,かといってこれ、なんか、捨てるのも忍びないじゃないですか。あなんかじもう本当にあの、実家に。もう腐るほどありますね。だから、俺なんか妹が結婚するときも、 あのー、うちの親が「食器は買うな」と「<laughs> <laughs> コロナから選べ」って言ってから持たしても多分あと50ぐらいあるんじゃないですかねあああれは処分のしようがないねあだって新郎新婦の名前とか書いてあるんですよリスナープレゼントできないでしょ <laughs> 偽なプレゼンしデジうん本当にあそうなんだ今日全国で晴れてるのは沖縄方面だけらしいですねってことで関西雨降ってるんですかじゃあ寒いですかねどうなんだろうかうんやっぱり今の時期って言ったらもう秋ですからね沖縄本当に超晴れてますよ夏雲かっていうぐらいの雲が 出てたりもしますからねうんだから今日本当に、えー、いい天気で本当にお出かけ日和ドライブ日和ですねだから今ドライブしながら聴いている方是非タンの方に足を運んでいただいて、えー、G1 グランプリチャタングルメバトルというものをやってますので、えー、審査はあなたですこれはあの食べた方々ですね、えー、割り箸あの あるんですよ割り箸がこの審査の何て言うんだろうまあ3つ食べれるのでそれどれが美味しかったかっていうめ,めっちゃ学んでるところもありましたようん本当に普通にこの見える見えないな見えないね、うん、赤赤く塗られてる割り箸を投票に入れるんですよこう思ったけどさ割り箸って 2本になるじゃないですか。これ、こっちとこっちは決められないって言って、両方入れるっていうのもありなのかなあり,ありだろうね、でも、それはそれで。それか、これ、セットで1本なのかなどうなんでしょうか。うん。でも、ありじゃないですかね、そういうのも。で、こういう、あの後で、見せますが、あの、アップしますけれども、こういう、 あのチケットがこういうふうに開きになっていて1枚2枚3枚みたいな感じでで買う時は1枚渡してあの買うっていうような感じで,で飲み物だけは現金でっていうことで言っていたのでえその辺だけ了承いただければなというふうに思いますこれ写真撮ってじゃあ,あ Twitter 載せましょうかうんあのもう生放送なんでねはいそのまんま あのツイッターもやりながら普通に進めていますけど、うん、だから今年、えー、このチャタングルメバトルも大好評じゃないですかかなり人多かったですようん何 <coughs> な,ならみんなカレー食いたがるかな死にカレーに並んでたな俺もう並ぼうかなと思ったんだけど <laughs> うんだからこの まあちょっと時間があんまりなかったんでね、僕は、その、本当に長蛇の列できてるところには並べなかったんですけれども、もありましたよ、いくつか。本当に長蛇の列ができてるものがあ。あじゃあ、あの、チャタングルメバトルということで、バートル、チケットのやつをちょっと写真添付して、 に載せていきたいと思いますこれ今日までですからね、うん、あの有効期限は昨日と今日っていう形になってますので、はい、あのこのチケットは会場で売られてますので、うん、でそれを購入して1000円であの3枚ついてるんですよ、だから3食食べれます。うんえー、チケットは1000円、安いよね。 本当にだって1000円で3食ですよだからあと俺2つあるんですよ 2, 2食分うんうんだから帰りちょっとあでも望むくるかまあ望むに1個あげて1個はまた俺が買って食べようかな <laughs> <laughs> ああほにねあの1000円で3食は最高ですね えこれ一応よいしょ3色分っていうことでえツイッターに載せたいと思いますこれだなうんそしてえ茶炭のことはなら俺に聞けでシャープをつけてよいしょつぶやきますのでうんさあ今日はですねあの3時じゃ早めに やりますよというふうに言いましたので、えー、もうやろうかなサンジジャーのコーナーではい、うん、あじゃあツイッターちょっと読んでからシュ、えー、プリームさん12月14日から今年最後4回目の沖縄に行くけど今日の茶ンのように暖,ければいいの暖かければいいのになでも出発地の東京は真冬服装に困りそうということで ああ、12月の14日、まあ一応、冬ですね。<laughs> 当たり前し <laughs>、ね。一応冬ですね、っていうコメント。うん。ね日によっては一応暑いかと思う、今日、今日よりは寒くなるかとは思うんですけども、まあ困るだろうね、確かに。この、え、選ぶ。 服装というかああ、うん、だから両方持たないといけないね長袖と半袖と夏用も一応持ってった方がいいかもしれないですよまあ中に着る T シャツだとかねああいったものがあると思うので、うん、そういうものでいいと思いますよさあサンジジャーのコーナー行きましょう今日は早めにえー、いつもは3時に食べる3時ジャーのコーナーですね、えー いつもは早めに食べるんですが、今日はですね、あのー、これを聞いて、まあ、例えば動画配信も見てくれているならば、うん、行っていただきたいなということで、今日は、あのー、3食買ってくることはできなかったんですよ。なら、1本、ちょっとね、あの、おやつにできるようなもの。うん。えー、ご飯でスースースんっていう、茶ン のにある、えー、日本食屋さんですね。こちらは。うん、日本食屋さんが出して、えーまあ、基本的に日本食を、えー、お店では提供しているところが、あの、約40センチのチキンチーズバーということで、これ、見、見えるから、見えないね。<laughs> <laughs> あこれもあの写真撮ったので後でツイッターに載せますだからチキンチーズバーだからチキンとチーズがあの何て言うか揚げられてるっていうような感じですかねいただきますうんあん？チキンとチーズにたどり着いてない <laughs> 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 あるよね、こういうのね、うん。特にカレーパンであるかな <laughs>、うん、よっしゃ、カレーパン買ったもう。焼きたてのカレーパンめっちゃうまいから食べようと思って一口,一口目ガブって噛んだら、カレーに届いてないみたいなことってあるよね。<laughs> あんな感じでしたね。うん。あうんすんごいこれうん。これめっちゃうまい。思ってたより全然。 しっかりしてるというかなんて言うんだろうがっつりくるような感じだねもっともっとお菓子お菓子の感覚かなと思ったんですけどうんあこれめっちゃうまいですねいいねこれうん。これだからあのー、写真載せますよねあのー、これいったほうがいいよ絶対俺まだこれ ちょっとしか食べてないけどもう行こうって決めたもん番組終わってから <laughs> <laughs>、うん、だからこれそうね今日までっていうのがそのなんて言うんだろう長惜しいところでもあるんですけれども、うんうん、一応写真だけ今写真だけですよ、えー、ツイッターには載せましたうんえー、ゴングさん再び うん、早弁っていうことで <laughs> <laughs> いやもう早弁ですね通常よりも3034分ぐらい,いもうちょっとか37分ぐらい買わないし、うん、<laughs> あそれぐらいちょっと早く食べてますうんこれねあこれすごいわうん買ってきた時は熱々だったんですよで ちょっと冷えてるからどうなんだろうなってまあ食べれない正直ね食べれないことはないだろうっていうぐらいの感覚だったんですよ冷えてもうまいめっちゃうまいこれああいいっすねこれうんこれ、ね、ビール欲しくなるな <laughs> なんかあのなんかね チーズスティックあるじゃないですか。よく居酒屋とかに出てくるチーズスティック。あれのでっかい版をイメージしていただいて、中にチーズとあのチキンがぎっしり入ってるんですよ。これめっちゃうまい。うま、ん、いいね、これ。うん。たまにチーズスティックって、あのー、 チチーーズズが生きててないチーズスティックってあるよね <laughs> 言いたいことわかるかな衣ばっかりが多くて多くてなんだチーズはなんかあの衣の向こう側みたいな <laughs> 感じのものってあるよねうんまあもうこれはそんなんじゃなしっかりチキンチキンとチーズでもねチーズはねあのー、しつこくないというか そんなに大きく主張はしてない。うん、感じ。なんだけど、めっちゃうまい、これ。うん。これは、あと一本いけるな、これ。あ,あうん。ああ,あ。味付けなしなんだよ。ね。なんかこれ。 バジルが入ってるかなちょっとだけうんあいいねこれねあのー、そうね一応手元にはコーヒーあるんだけどこれビールだったらもう最高だったねあーこのまあでも飲むけどねコーヒーも <laughs> うん コーヒーの音漏れしなかった <laughs> したね。いや、いいですよ。うん、いいんですよ。ト、う、ト、ん、ちゃんさんえ。沖縄って晴れてるのかということで。もう思いっ切られてますねあ。雨雲一つないですね。あ、ちょっとあるな。<laughs> 雨雲、まあ、ちょっとこもってるようなものありますけど、まあでも、快晴です。本当に晴れてます。一部,一部というか、ちょっと。 でも雨,雨降るほどの、なんていうの、雨雲ではないですね。多分10分15分すれば、あれ蒸発するんじゃないですか。おそらく。それぐらい、まあ、あのー、綺麗に晴れてます、今日は。気持ちいいですよ。うん。逆に、ちょっと暑いっすかね。うん。この、 沖縄で今、ちょうどだから観光に来てる方だったりとかっていうのは大当たりかもしれんね、本当に。うん、あの日陰にいたら涼しいんですよ、めちゃめちゃ。あまあ、太陽の下はちょっとね、まだちょっと暑いですけどね、うん、今日は本当あの、絶好日和ですね、何事に対してもいいと思いますよ。 だから、イベントもやってるのでえサンセットビーチでもやってるしこっちのチャタン球場の方でも先ほどもずっと言ってるチャタングルメバトルもやってますのでぜひ、「マラジオを聴き」の皆さんチャタン球場の方に足を運んでいただいて1000円で3食食べれます。これは 行ったうが得だよね損、うん、んなんて一つもないみたいな感じなんですよ。うん、さあえー、一曲お届けしましょうかねあそっか一曲お届けしましょうかねって言って俺全然準備してないしうん喋りながらやるんだけどさうんえー、えー、そうですねこれ「ひふみ」というた多分聞いたこと あるる人も結構いるのかなどうだろう県外の人はわからないかもしれないですがえい、ー、きましょうかえー、沖縄民をですねはいいきましょうひふみどうぞ。 「むぬかりわたのみちりぱってむぬけあばらしぶとんさんさん」 お届けししてままいりましたあのテンポのねいいような感じの曲ですよねうん今、うん、曲の間にまた写真撮ってあの送ろうかなと思ったんですけどもえー、この「チャタングルメバトル」でねまあ多分あのいろいろ美味しいものが揃ってると思うんですよで19店舗 もあるので、そのうちから、ま、三つ、ちょっと自分が食べてみたいなって思うもの。うん。えー、っとね、日の出焼肉店の牛タンチャーシュー肉味噌混ぜそばってあるんですよ。なんかめっちゃ美味しそうじゃない <laughs> 牛タンチャーシュー肉味噌混ぜそば。 はあ、そばなんですね、これ。だから、要は。うん。あと、ネーミングは、面白いね、これ。えー、イチャリバコラボ沖縄さんの、そのお店の、えー、一品。アギューバーガー。アギューバーガー。 アグーは使ってないのかね <laughs> 気になるでしょ <laughs> うん。いやー、いいね。あ、これは絶対うまいな、これ。タコライスカフェキジムなーさんの、うん、一品。タコライスチキン、えバーベキューチキンダブルチーズって書いてあるね。 いいね。タコライスにバーベキュー,バー,ベキューチキンが入っててチーズはこれアメリカンチーズともしかしたらもう一つの何か別のチーズが入ってるんでしょうなこれこれいいなちょっとこの3ついやもっと気になるなるぞこれうんあのー 魚介のトマトスープ仕立て、自家製フォカッチャ添え。これね、あの、すごい気になる。<laughs> あの、ヒルトンホテルの中のレストランが出して、あ、だからなんかこういう、なんて言うんだろう、あの、おしゃれなネーミングつけてるんだ。おしゃれなネーミングつけてるというか、うん。 いやこれあの見てたらどんどん気になってくるな、うん、ココナッツシュリンプとかってあるらしいんですよいいっすねエビエビあのー、シュリンプカクテルとかってあるじゃないですかよくバーとかに行ったらね、うんうん、こっちのお茶炭の,のバーでも取り扱ってるところいっぱいありますけど あの、シュリンプカクテルって基本的にあのアパタイザーで前菜で食べるんですけど、あれ、どうにかメインにするような形にならないかなって思ったこと多々ありますね。エビが美味しくてね。<laughs> <laughs> 本当にうん。あの、一口サイズでちょっと甘辛のソースがあるじゃないですか。 あ,ーあれが最高に合うんですよねあカカレーねこれえー、えー、っとあハリウッドではないんだねこれボリウッドドリームズさんの <laughs> クリーミーバターチキンカリー、えー、バターナンっていうことであなんとカレーなんだこれカレーは あ,あ、一応カレーはいくつかあるね。出してるね。カレー食べ比べでもいいんじゃないですか、これ。あ,あ、スタミナカレーとか出してるところもあれば、サンセットバーベキューカレーっていう出してるところもありますよ。サンセットビーチが出してるんですね、こっち。あ,あ、あ、これもいいかもね。あのー、ハワイアンバーベキューカルアサンド。 グリルパイナップルルサルサって書いてある <laughs> いいネーミングですねこれなんかあの色とりどりの野菜をふんだんに使ってるのかなパイナップルも入るんだからサンドだからあのまあサンドイッチになってるようなうんこれあれかなバケットかなパンはバケットだったらこれめっちゃうまいんじゃないかこれバケットじゃないかこれ違うかないやー これ、切りないね。これ全部食ったらいくら、いくらぶつかものこれ。6000、千,千円ぐらい。<laughs> 食べれない。そこまでは食べれないな <laughs>、うん。そこまでは食べれないけど、でも、だから1000円、まあ、あのー、1000円で3食。この中から3つ自分が気になるのを選んでいけるので。いいね、これ。 ちょっとあのノアも来たら川わしに行こうかな <laughs>。<laughs> そのまま来る前に買って来る前に買ってこいって言ったら番組終わりそうだなあ。3時過ぎとか何とか行ってて買いに行って並んだら4時過ぎるなこれ <laughs> <laughs> <laughs>、うん。ああということでこれあのグランプリを決定しないあ、まあ、グランプリを決めるこのイベント。 なのでですね、今回はどうなんだろうかどこのお店がグラ,ンプにグランプリに輝くんでしょうかいやーこれあのー、一口ずつ全部食べたいね <laughs> チーズロコモコとか絶対美味しいでしょうああこれカーニバルパーク美浜2階のあのお店ですねああ ラニカイテラスというトラベルカフェですね、うん、このえ観覧車の2階かな観覧車のあるところの2階かなうんこういうまあなんか見てたらもう,もう全部食ったんだけどさ俺あのさっき曲なんかしてる間に <laughs> これ見てたらもうちょっと食いたくなるなうん あやっぱりね、カレーは多いですよ。うん。カレーは多いから、これ、カレーの食べ比べっていうのもありかもしれんよ、これ。カレー好きには持ってこいだね、えー。4店舗あるので。1、2、3。あ、ちょうど3か。3だな。3店舗だ。うん。そうだね、3店舗だね。3店舗あるから3枚チケットいけるじゃないですか。うん。 結構あの、何て言うんだろう、食べれるっていう人、その、食欲結構ある人なんかは、カレーは飲み物ですので、カレーを飲み物に別のものを食べる <laughs>。よく言うよね、カレーは飲み物だって <laughs>。あれね、たけし軍団のウガンダさんが、テレビで、 言ってて爆笑したことありますすね相当昔ですよでも俺が高校とか中,中学校高校ぐらいの時にテレビであ何,のき何のテレビかわ忘れましたけど多分「風雲たけし城」かなんかのあれかな「うん、風雲たけし城」って今今の若い人たち知らないだろうね。<laughs> 風雲たけし城のなんか 一角の企画で中を食べるっていうことで、そのウガンダが、うん、カレー食って、で、最後に一言。カレーは飲み物だって言った瞬間、大爆笑しましたね。うん、覚えて、覚えてるね <laughs> いやえシ、ー、プリームさん行きましょうか、ツイッター。うん。うちも早めの三時ジャーにします。大阪名物551の愛編の、えー、豚まんです。あ、わかる、551。 関西に住んでいた頃よく食べた懐かしい味です。甘い皮とジューシー、甘い皮とジューシーな具のマッチングが最高ということで。ああ、俺も大阪ちょくちょく行くんだけどね、実はこれまだ食べたことないんですよ。うん。いや、あのー、あ、あるんですよ。近くに。その行くところ。例えば天王寺とかさ。うん。今多分天王寺1階の方にできてるのかな。 何か前はうん、その上の上のなんかデパートの上の方に行っていうことだったような気がするんですけど、うん、近くに行く時あるんですけどね何やかんやで食べれてないなまだああ有名ですもんねあこの551豚まん。よく、あのー、この大阪とか でその食べるものだとかっていうのがさ最初はたこ焼きとかそのお好み焼きとかっていうのを食べたりとかもしてたんだけど2回3回行くにつれてたこ焼きとお好み焼きはなんかなんだろう離れるようになったというか距離を置くようになったというか <laughs> なんの話してれば距離を置くようになってねほんであのいあの串とかそういうなんかいつもまあこっちでもなんだ食べれるようなあーそのラーメンとかさ天日とか行ったりとかしてだから大阪に来たんだからもうせっかく大阪に来たんだから大阪名物食べようっていう風な形になるのは1回目だけですね <laughs> 結局あ また、うん、もう、再来月も来るの決まってるし、っていう風う,うになると、なかなか、まあ、敷いてまで、えー、遠くまで行って、食べないでもいいかな、みたいな感覚になるっていうか。うん。そんなのとちょっと似てるかな。この豚まん。あ、今度行ったときは食べよう。うんあ。あの、寒い時だったらまたいいんじゃないですか豚まんとか。ね。 あの、うん、おでんの季節になってくるじゃないですか今日はおげだおでんは全然売れないと思うんですけどねもうちょっと寒くなってきたら、うん、そのおでんの季節ということで売れていくかと思いますよどんどん出ていくかと思いますようん大体、うん、あのー、そういう大阪名物っていうんだったらなんかわかるけど 関西の名物っていう、こういう、なんていうの大きく捉えたものの名物ってあるかなでも、九州の名物って言われても、あ,あ、豚骨といえば九州の名物か。うん。でも、東北の名物ってなったら、やっぱちょっと困るな。なんか九州はあるけど、四国の名物って何ねうどん香川だけやし。<laughs> <laughs> うん、だから中国地方の名物ってのは分からんね砂丘の砂みたいな鳥取だけやし山口は一応あれ九州地方なんですよねああ九州地方じゃない中国地方に当たるんですよねあっち多分でも下関はねもうほぼほぼあれ北九ですからね ふぐ食べてみたいね下関でもうお腹いっぱいお腹いっぱい食ってみたいねうんえー、っとあはえー、っとさっきの551豚まんの下りゴングさん再び天王寺,寺駅西口コンコースに ありますなということで西口って言ったらどこ側かな西口分からん <laughs> もうなんかだから桶田の人の感覚からしたら北口だとか東口だとかようわからないんですよあ,あの、うん、待ち合わせで東口で待ってるからってその東口に行くにはどうしたらいいのか <laughs> また駅降りるじゃないですかあ、駅というか電車降りるじゃないですか。で、駅のホームから出ようとするんだけど、よくわからないんですよね。まあ、とりあえず出てみればわかるみたいな感じで、一回出て、で、結局、知り合いが見当たらないから、駅員さんに聞いてみたいな感じで。うん、でそれで、あのー、 駅員さんに聞いてあなんとなくはいありがとうございましたって言ってで向かったら道に迷うみたいな <laughs> 別の駅員さんに聞くってもうこれの繰り返しですよねでなえー、っと電車がないからさましてや地下鉄なんて沖縄ってあの作れないじゃないですかうんで今電車の計画はなんか結構あるみたいですけど地下鉄はさすがにいないと思うんですよ そたらほら、あの、大阪天王寺でもそうなんだけど、梅田とかもそうなんだけど、あの、JR と、あの、地下鉄とって、同じ駅のホームから行けるんだよね、基本的に。うん。だから、あれがね、迷うね。ああ。すいません、JR 美濃筋線ってどこですかって、全然違うらしいですね。<laughs> 本当に。 うん、俺こんなって聞いたことあるもんねうん最初なんかあの二之筋線でこの来ればいいからみたいな感じで言われてあ分かった分かったって言って結局、あのー、地下鉄とは思わずにさー全部 JR だと思って駅員さんに「すいませんあの JR 二之筋線ってどこですか?」<laughs> <laughs> これ沖縄の人はあんまり感覚わからないでしょ うん、地下鉄とまず JR そのもの自体が違うからねうんそうねああだからこんがらがうんですよねうんいやまあそれでもなんていうのこのな <laughs> れるとは思うんだけどね東京行ったら東京行ったってまたすごいんでしょあっち。 特に新,、えー、新宿あじゃないや渋谷とか、うん、東京の人でもわからないってなんかニュースでやってもやっったもんね東京の人でもわからないってありなのか <laughs> <laughs> うん本当におねシプリームさん再びたまく君はと大阪によく行くということですが東京に来ることはないんですか僕の住む上野から徒歩圏内に チャタン食堂という沖縄料理店の人気店や、ビギンの上地さんのお兄さんのお店、ナゴミがあります。ありますから、機会があれば東京のリスナーでお蓋しましょうということで、えー、ツイッターよりいただいてます。ありがとうございます。あ、そうなんだ。チャタン食堂ってこっちのチャタン食堂と同じなのかなどうなんだろうチャタンにも一応あるんですよ。チャタン食堂という、あのお店が。ちょっとおしゃれな感じの、 だから、ね、は店の中の、ね、すごいレトロです、うん、あのー、なんか昭和のね、あオリオン昭和にとっただろうというオリオンビールの、えー、なんていうの、ポスター、キャンペーンがある、昭和のキャンペーンがあるが、載ってるポスターが貼ってたり、まあ、俺なんか、あのー、上のお姉ちゃんたちだから、結構なおばさんですよね、今だったら。<laughs> が、若い頃ろ、とったポスターが貼ってたり。 うん、ちょっとレトロな感じのお店なんですよねうんであとはあっ b の上エさんのお兄さんのお店名込み沖縄料理店なんでねうんいいですねあ東京は何でもあるねうんなかなかね東京に行くっていうのが大阪にはちょくちょく仕事でとか行くんですけどねなかなか東京とかっていうのにはあもう 行ってみたいですねこの両方うんえー、ゴングさんあさっきの西口コンコースどこかっていうような下りだねうんその,その答え大きい方かこらえてわ <laughs> からん <laughs> どっちが大きい方切符あの 電車から降りてけあの切符をもうなんていうの機械に入て出るじゃないですか出て左手かな <laughs> 分からん立ち食いそばがあるところ多分多分そうだなうんう何の話してるか分からんじゃん <laughs> 大阪の天王寺駅の話してるなんのにでチャタンでチャタンの番組で大阪の天王寺駅の話してるわ <laughs> <laughs> えー、そうそうそう関西人が東京に行くと地下鉄の会社が2つあることにまず混乱しますかっこ悪いってことであそうなんだえ地下鉄っていや俺は分からないんだけど地下鉄は CA なんじゃないのあ東京は東映なの要は東京都が運営してる地下鉄っていうこと あれどうなんだろうねいや分からんけどなんか地下鉄って言ったら市営っていうイメージが市が運営してるイメージがすごい強いですけどねああだからまあ沖縄も本当電車できないかなあれあのモ,ノあモノレールはあるんですよ沖縄モノレールは那覇から那覇まで <laughs> 那覇市内だけ。 あるんですよ。あれをね、もっと伸ばしてもらったら嬉しいなっていうのもあるし、まあ、せめて、本当によ。あのー、58号線沿いにせめてカデナの道の駅あたりぐらいを終着点にしてもらえれば、すごい助かるんですけどね。うん。そしたらほら、 あもちろんチャタンも通ってね嘉手納北谷宜野湾浦添那覇っていう、まあ、空港みたいなこういうルートができたら結構、うん、利用者も需要はあると思うんですけどね、うん、だから将来的にはそのなんていうの,あの名護までモノレール っていうのもありじゃないかなと思うんですよ。うん。そしらほら、大体いい58号線沿いにリゾートホテルだとかっていうのもあったりとかするし、うん。で、基本的に、うちなんちは58号線が、あの、中心というか、沖縄で道に迷ったらゴーパチに出れっていうぐらい言われてますからね。<laughs> それぐらい大きな目安になるから、ゴーパチ出ればわかる。 今はスマートフォンがあるからどこでも分かるんだけど昔なんてないじゃないですかとにかくまあ車の免許を取りましたえ初心者マークつけてますえドライブイコってドライブブーンと行きましたあなんかこっちどこどっからどこにどうつながるのこの道っていや分からんでいやとりあえず58号線探そうって58号線探すんですよで58号線見つかりましたあ右行ったら要するに名護左行ったら なはっていうふうに分かってしまえばもうオッケーなんですよ。うん。それぐらい単純、単純ですからね。道に迷ったらゴーパチに出れっていう。うん。なんか茶炭のことなら俺に聞けみたいな。<laughs> そういうわけじゃないか。うん。道に迷えばゴーパチ出れ。あの全然語呂合わせ悪いね。<laughs> ああ いやだからこの電車もいいと思うんですよ電車でもいいと思うんですよとにかくあの那覇空港からそのまんま58号線をそのたどっていってそのまま名護までできれば行ってほしいねだから段階としてまずはその58沿いにえ終点をまあ嘉手納辺りにして で、またいろいろ、あの、ほら、予算の問題とかいろいろ出てくるじゃないですか。だからその、あの、まあ、予算が確保できたときに、この、今度は読谷の方に、読谷の方からそのまま、女村に行って、で、名ゴまでっていうルートを作ってしまえば、お、これかなり行けると思うんだけどね。うん。距離的にはほら、あの、結構あるから、時間的にもかかるとは思うんだけど、実際の覇からだと、もしかしたらね、加駅とかだったら、 2時間半とか、なごまでかかるかもしれないけど、うん、特急飛ばせばいいじゃないですか。<laughs> うん。いや、これ、可能になったら、本当に、俺が、俺が、だから、生きてる間には可能になってほしいなとは思うんだけどね。話は出てるようですよ。いろいろ。うん。なら、前も話したけど、この番組で。 海の上で、あのー、隣のトトロ、トトロみたいな感じで、海の上に、あれを作れないもんかねなん線路は。<laughs> あれ、隣のトトロだったか千と千尋,千尋の神隠しじゃなかった <laughs> <laughs> ああいう感じでできれば、いっちゃいいんですけどね。うん。したら、ほら。 もうこの辺だったらね、すごく便利じゃないですか。茶炭も、<laughs> あのー、ビーチもあるし、うん、そういったところを踏まえて、ぜひこれ実現していただければなと思うんですけどね。うん、あ東京に、えー、地下鉄、会社が2つあるよというくだり。東京には 都営地下鉄と東京メトロという二つの地下鉄会社があるんですってことで。あ、そうなんですね。これゴングさんから。そしてシ、シュプリームさん。うん。東京の地下鉄は東京都が運営する都営と、え、以前は、んえっ、ー、と、営団地下鉄と言われた、簡単に言えば、私鉄的な東京メトロの二社ですってことで。東京メトロっていうのは聞いたことあるな。 ところはあの別々の会社で運営しているっていうような形で、ね、でもこれあれなんだろう、あれなんだってね、日本はこの電車に関しては世界一なんですってね、あの技術だとか、そういったものも含めて、うん、そういえばなんだ、エヴァンゲリオンの新幹線が出たってあ,あ,あ,あ、来たのむ来た、3時ちょ本当に、本当に3時過ぎ,過ぎだな。<laughs> あれ何番 D. はい。OK。うん。あの、エヴァンゲリオンの地下鉄ち、地下鉄じゃない。エヴァンゲリオンの新幹線が、新大阪から博多まで通ったという話を今し始めた。なるほど。うん。<laughs> 皆様お久しぶりです。はい、来ましたね。先週休んじゃってすみません。今日は何結婚式今日は結婚式でした。友達の名は 嫁誰のまず彼女作らないとそうかはいすみませんでしたねあの2週ともねちょっともう3時じゃ終わったよそう何紹介しました先週何紹介したんですか先週こっちのマフィンあマフィンじゃないチーズニューヨークチーズケーキこっちのスタバのめっちゃうまかったじゃあんで俺の残してないんすかたくまさんあ、残ってるよ後ろあ本ほんと臭くてるも絶対 うん、え今日は何なんかだからグルメバトルのあは行ってきたんですよえ行ってきたんですか行ってきたあで一応ほら5時半までで、うん、3時に紹介したら、うん、あと2時間半しかないじゃないですかはいはいはい、はい、だからあのー、2時半ぐらいに紹介したんですよああなるほどねうんそしたらあの行く人もちょっとはあまだ時間あるかと思うかなと思ってえなんで俺の残してないんですかたくまさん 残ってるかけらが。<laughs> 落ちてんの拾って食えって。<laughs> <laughs> そうそう。食った。もう。いやいやいや、あのー。いや、これ、あの、行ってきたんですよ、だから向こう。したらめっちゃ人いっぱいいてね。やっぱいましたいたいたいた。お昼時っていう時も、こともあったんだろうとは思うけど、もうね、あのー、 一番気になるものがあってでそこをそれを食べようと思ったんだけどめっちゃ頼んでたからこれもしかしたら番組間に合わないぞと思ってちなみにどこのが気になったんですか <laughs> あのねこれさっきも一応いあすいません、ね、一,一応行ったんだけど <laughs> あの情報のスピードとしてリスナーさんより俺の方が遅いので <laughs> 情報速度がねあのー、牛タンシチューあー美味しそう待ってちょっと当てる何シチューでしょうんあっちじゃないですかどっち ダブルデッカー違う日の出焼肉店あああの浜川の浜川のそう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 ああはあおいしそう肉味噌混ぜそばってだからシチューの混ぜそばなんですよ<え>こ<れ>何そら気になるでしょこれが今一番気になるんですよシチューの混ぜそばそうほら一応あこれなあのめっちゃ並んでた上にもしまあ変えたとして こっち持ってきたそばだからさああ伸びるとかねいろいろな,なんかなったら嫌だなと思ってうまいはずなのにうまいと言えないっていうのはうまくないさ <laughs> <laughs> なんかもういろいろ言葉がごっちゃになってますけどねああ <laughs> なるほどそうそうそう俺だから俺結婚式今行ってきて終わってすぐ来たんですけど実は結婚式自体はまだ続いてるんですよはい、はい 僕がその結婚式の余興で1人で歌うとだから、歌が終わった瞬間にも結婚式終わってないんですけどごめんねとラジオ終わるからって言って先き抜けてきたんですねあーあーで僕、歌う前は絶対お腹空すかすのでそうなのそうなんですよお腹を絶対に満たしたくないんですよ、俺これ人によるんですけどなななんでなんででんか空気がお腹にたまらない感じがする感覚なので<ー>実際は溜まってるはずだし うん、気にしなくていいことだと思うんですけど、うん、俺は食べたくないんですよああなるほど俺なんか逆だったわそう逆の人もいるんですこれで,でも油もんはパスしてたあ<ー>どうしても喉にあのほら油がね、うん、油が残るでしょだからあの喉温まらないって言ってそれで油もんは控えてほとんど俺なんかライブだとかいろいろこういう結婚式の、えー、余興だとかってやる前はそば 沖縄そばとホ、うん、本当にあんなの食ってましたねこってり系はだからカレーとかもパスなんですよカレーは僕もパスし刺激物はねそう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 でもラーメンはよく食べますよ俺油はあるけどあ,あるねけどラーメンはなんか逆にあのー、なん言んですか今だなんだった女性シンガーで有名な<ん>ええ青柳っすか 誰 <laughs> ごめんなさい <laughs> 時代がちょっと違うみたいで <laughs> いないし <laughs> えっとー <laughs> えっと,ー、えー、とーメイ・ジェイメイ・ジェイが結局油がこの歌う時の,のこのコーティングなのかなあれでいいっていうことで豚骨のスープを持ち歩いてた<ー>らしいんですよでまあそういうのも聞いたのでじゃあこれはでも立証されてないでしょ本人が本人の感覚でしょ、うん、そうですもう全部 感覚なんですよ最終的にはだよなだから俺なんかの場合は喉が温まりにくいってなったわけ要するにあのメンバーでこれ食ったら喉温まりにくいなって要は声出にくくなるよなみたいな感じだからちょっと油も控えようなっていうのをミーティングでしたことあるね、うん、そうでそうそう,そうだから俺は やっぱドリンクは冷たいのは絶対飲まないじゃないですか飲まないもうぬるいのかまあ常温か温かいのですよねだから俺当然今日歌うので結婚式会場行ったけどずっと温かいお茶とさ湯をずっと飲んでてご飯やっぱ少しは食べないとパワー出ないのでちょっとだけ食べてほとんど手つけないで当然デザートとかも出てるけど 冷たいので絶対に手はつけないああああっていうのをやって、うん、終わってダッシュできたのではあ、はあ、ほとんど飯食ってないんですよ俺ああなるほどねお腹すいてお腹すいてこっち来ながらあ、はあ、たくまさんがちょうど俺3時に着いたら3時じゃあで俺も食えるんじゃねえかと期待してきたら<ー> 2> 何2時半で終わってる2時半で終わったね <laughs> 何してくれてんすか俺の好きっ腹を 2, 2時半で終わったね <laughs> 知らんし。<laughs> <laughs> 俺、お前が好きっぱら逆に言えば、引き出物なんかなって話してたのよ、俺。俺、引き出物忘れてきて、あ、車の中だ、ビビってた引き出物は多分、バームクーヘンだったらいいなっていう話をしてや、俺、だから、バンドやってるときは、こういう結婚式で呼ばれることがめっちゃ多くて、もう、おち、あのー、昔はね、食べ物なかったんですよ。 うん、全部皿かコップかはい、はい、引き出物がってことです引き出物自体がは今はね結構あのバームクーヘンだとかあのほん本当にホテルによってはチーズケーキとかさあるんですよで俺なんかの時まあバンドやってるときはそんなのはなかったからさこれ多分ね50とか60あるんですよおうちに引き出物がはあ 開けたのも含めたら多分俺百百個やないかな。すげえな。それがあげたものもあるけどね。あとでちょっと営業の極意を教えてもらっていいですか。うんいいよ。あのでももらうのはあれだぜ。新郎新婦の名前入ってるけど。うん全然構わないですよ。あそれはそれでいいの。あの使わない。大きい声で言わないけど使わない。使わないね。どうせごめんなけど。 五十十六ってんでもなんだったかな友達小学校の同級生の結婚式で、うん、あのオリジナルボトルみたいなのが出たんですよ、うん、引きで物か何かで、うん、それは開けずに今わざと取っておいて、うん、彼らがまあえっと 去年結婚してるんで23から4になる年に結婚してるので金婚式でも7 3歳じゃないですかはいはい、はい、だまだまあ2人とも生きてるだろうきっとということで、うん、銀婚式か金婚式かどっちかで本人たちにプレゼントしようと思って俺が逆にあそのお酒をお酒をはあ、はあ、空襲にして、はあ、全く触らないでプレゼントしようかなと思って今わざと飲まないで取ってるんですあいいじゃないですかちょっとこれは喜んでくれるんじゃないかなだえあのー 要は30年寝かすってことあもっとか銀婚式だったら25年あそうだな銀婚だったら50年寝かして渡すああその間にねあったらそれまで開けて飲めばいいさん大丈夫色々人間いろあるよって言ってそうそうそうあのねこれまたちょっと話飛ぶんですけど俺ここの席慣れてないじゃないですかまだ2回目なんですよ基本あっちあそうかそうかこう喋ってるから 多分カメラに俺さっきから後頭部しか映ってないんじゃないか横と後頭部だね横ギリギリ映ってる横映ってる映ってる大丈夫大丈夫右半そう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 大丈夫大丈夫いや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 結婚式か今25今年5になりますね5か俺俺26の時がピークでしたよ結婚式ピークっていうあるんですよ人によって違いますけど俺2十 6でしたねうお年きがばんばん出ていくよ月に3回とかお前なんかずらせえと思ったんだけど <laughs> あのそれぞれ友達のジャンルが違うんですよ <laughs> うん、うん、高校のとか高校大学、うん、職場って、はいうん、全然これなんか繋がってないみたいななんだけどお前なんか合わせってから <laughs> <laughs> 結婚式会場同士でこで連絡取り合ってね <laughs> ああもう一つにしてお年きも一つにしてやってから <laughs> 3で割れやってから割れないからいいやしやって先月2つ今月2つです <laughs> ああ あじゃゃじゃうまあもうでもそろそろ、うん、ピークに向かってると思うよもうやっぱ567がねあのそのまま大学で付き合った人とか2567で結婚するのがね大体あるはずなので,、うん、そ,うそ,うでそうなの26がピークで大体、うん、いい30過ぎてくらいからようやく落ち着いてくるかなうん、うん、ああもう312くらいまではちょこちょこあったかでも30過ぎたら今度は職場の人が多くなるんじゃないですか うんってそうそうそうよくあの結婚式で思い出したけど美 <うん S 1> 浜とかでウェディングドレス着て写真撮影してる人ああ、あれは海外の方なんですかね,あーあねいやーどうなんだろうねだからここを選んでるんでしょだから。 ロケーションと写真撮影で今日みたいな天気だったら最高だもん、ま、サンセットがそれこそねすごい綺麗だと思うしだか昼から夕方までずっとねあのいて撮影してる最後真っ黒くなるから <laughs> 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 めっちゃ日焼けしてね日焼けして真っ黒くなるんですよに <laughs> いやいやいやはいで何の話してたんでしたっけ え引き出物。<laughs> そのもっと前が、新幹線。<laughs> ああ、新幹線、そうそう。エヴァンゲリオンの新幹線。ああ、そう、エヴァンゲリオンの新幹線が、なんか、新大阪駅と博多間からも発車したって言って、で、それでニュースになってて、で、ネットではね、ちょくちょく、あの、見てたんですよ。あの、その、エヴァンゲリオンモチーフにした新幹線が出るよみたいな感じで。で、言ってたんだけど、俺なんか関係ないさ。 だって沖縄だし新幹線どころか電車すらない<あ> <laughs> <laughs> ただの鉄道すら通ってないうん鉄道すら通ってないってなったんだけどあれね映像で見たけどテンション上がるぜあれ絶対へれそれは分かエヴァンゲリオンにそこまで興味がない人でもなんとなく見た目がああうん,うんかっこいいかっこいい,うん<ー>いあれだからエヴ,ァエヴァファンだったらうんよりより テンンショ上がると思いまもう何もなくても博多行きたくなると思うまあまあまあ何もなくても博多は行きたいですけどねまあまあまあだから中で売ってるサンドイッチのガラガラのお姉さんあ綾波麗とかの格好しないからコスプレしてねコスプレしてでもそこまでやったら面白いですよねだから運転手限度ですよ限度 サングラスかけてる人ですよう。あんまりエヴァンギリオン見てないのでからない <laughs> あ、そうガハハのオープニングっていう情報ぐらいしか頭に入ってない。ていうか、先週、うん、ごめんなさいね、話、ポンポン変えて、あの先週2時間喋ってないから、今日もうめっちゃ喋りたくて仕方ないんですよ、ね。あ何ろ 1>, 1週間の喋り量が足りてないので、<laughs> な何喋りしますけど、あの先週、ただのガハハ2時間でしょ、そうね、完全に。<laughs> でしょただ そうただのって言ったら、ガハハのファンに失礼ですけど、<laughs> お前、選手、でもお前、大変だったんだからこれ、こっちなんかいろいろあったらしいっすね、あなんか音が飛んだりとか、いや、だから結局、アプリじゃないかっていう話になったんだけどさ、いや、ユーストは流れてて、なんかリス,リスラージ自か体かが、急にエイリアンみたいな声になっ,たってた、ね、なんかそうそうそう、な,なんかね、ユニトは見たんですよね あの途切れ途切れの声になってるって言っておいんあれ今までの経験上うちのサーバーかなと思うさ f m 二来のサーバーだけど俺こっち一人さはいいじれないし、ね、サーバー <laughs> い,いじれないしっていうかネットのサーバーは本,本スタジオだしこっから飛ばして二<う>来センター内の本スタジオの方でインターネット上はいいそう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 ん あの、どうしようもないなと思って、したら、ほら、ユーストがあるでしょユーストはなんとなく大丈夫っていうような話になって、で、一度ユーストに切り替えてもらって、で、そしたらリスナーさんが、あの、他の FM 局もリスラジオは、 あの今聞けないですよみたいな感じになったからあ,あうちのサーバーじゃなくてリス,リスラジそのもののアプリの問題なんじゃないかということでそれ気づいたの3時半ぐらいですよ <laughs> もう,もう <laughs> ほぼ終わりですよ、ね、野球で言ったら7回裏入ってるじゃないですかもうもう投手によっては8回裏入るぞっていう一時期の藤川久保田の当たりですよねそう,そう,そうこれ分かる人ね わかるかな、甲子園でいう、あ甲子園だよね、阪神でいうジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田、久保田の下の名前が俺、わからないんですけど、久保田敏伸しか出てこない。俺も敏伸しか出てこない、JFK って言われてね、あ JFK ってなんか言われてました、俺、あんまりでも野球、はあんまり詳しくないんですよね、あそうなんですね、そこまで、だから今、なんか日本代表がどっかと、試合してますよね、世界野球。あれは何なの 僕もあれ分からないですよね、あれ、WBC とは違うの違うって言ってたよ、じゃあ、なんのための WBC? って思ったんだけど、寝ましたね、そのままテレビ見ながら、何のための WBC? 見てくださいね。って思いながら、覚えがあります日本は大リーグを持っているアメリカを破ってますから、WBC で。ああ、そうですよね。いや、だから実質、実質だって、2回優勝してるでしょ。 WBC は 2>, 2, 連 2, 2連覇してますからね1回2回とそうそうそう2回二回目は本当にあれすごかったんだよね敗者復活で勝ち残ってそうそうそうん、サンドイッチマンみたいな感じですよねわ <laughs> <laughs> かるかなこれ m 1なんですよ m 1 m − 2> 1 2 0 0 9うんうんう八。87じゃないですか8はノンスタイルだっつってますよ 78、ね、がノンスターで9がパンクブーブーで10が笑い飯そうそうそうでまた復活するってなそ<う>話,の話がまとまってないけど女子かああ女子こんなだよな「<laughs> ねえねえ聞いて聞いて」って言ってもうオチのない話するよね <laughs>、うん、でって言ったら終わるんだけど「ああそうなんだ」って言って終わる タクマさんガハハと違ってちょっと黒い部分出しますよね <laughs>。何がこのラジオの時 <laughs> いやそんなことないよ <laughs> あそうですかそそんんなななことないそんなガ,ガハハも、うん、出すよ <laughs> 出すよ出すよって言ったらおかしいけど <laughs> <ー>出てると思うよ出てますかねうんおそらくちょっとツイッター見てみます今僕が出てきて約15分間ひたすら喋ってるので、うん、うんうんえーあエヴァングリオンにやっぱり食らいついてますよえっとえっとうん。<お> ゴングさんはいエヴァンゲリオンのユイレール走らせましょうってことでいいね人でいいんじゃないですかこっちは <laughs> <laughs> 敵ってこと第10の人全然わかんない <laughs> 全然わかんないうん,うん第10ん第十がいいかなうんそうねでそれであのー、放送内でインチキって言えばいいさ これ分からないだろう分かる分かる人分身するあれ第10の人じゃないなあれは第6だったかな分身するやつが出てくるんですでもみんな好きなんですよリカオバナナさんもはいはい今日はエヴァンギリオンにつられてついついつぶやく私あ本当だ来てますねやっぱエヴ,ァエヴァはだから沖縄ではだからやってないんですよアニメ 内地ではやってたんだけどあ。あれはアニメ放送されてたんですね、内地で。そうそう、でもあれ、もともと D. V. D. じゃなくて。じゃないじゃないじゃない。あ、そうなんだ。あれ、テレビのアニメなんですよ。だからガンダムと。ガンダムと、そういう、なん、なんていうんだろう、同じ目線というか。はいはい,は,いはいはい。同じ色というか、うんうん、そんな感じの中で、えー。エヴァンゲリオンっていうような。感じで出てて。で、内地ではアニメが放送されて、沖縄、だからアニメ放送されて、なく。 で最近からようやくみんな知り始めるようになったっていう感じですうん僕がちっちゃい頃本当小学校低学年ぐらいの時にうん、うん、エヴァがめっちゃはやって「エヴァンゲリオン」見たらなんかおかしくなるみたいななんだそれなんか変なもう全く根拠も何もない悪い噂が広がったんですよね <laughs> <laughs> ああなるほどねジープ3台見たら悪いことが起きるみたいな <laughs> それ初めて聞いたんですけど俺なんか小学校の頃こんなんてはあ ワーゲン3台見たらいいことが起きるからあのジープ3台見たらワーゲン3台探せってからそしたらプラマイゼロで中和するよみたいな <laughs>、はあ、そんなことあったよであのほらあの水,道用水道のさあのマンホールマンホールじゃなくてなんか赤の目印とか水色の目印とかって道路にあるの分かる今もうほとんどないかななんだろうなパッと出てこないけどあれ多分水道のやつのもので多分あの 下水とと何かかで分かれてると思うんですよ多分普通の水道水とって上水と下水で多分赤が下水で水色が上水でっていう感じで今はもうほとんど見ないけど、うん、本当に普通に道路にポツ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 ,ポツあって、うん、であの青を踏んだらめっちゃいいことが起きるって言ってでみんな小学校の頃それは人生ゲームでしょ青青,青踏んでたんだけどほん <laughs> でそれで 青踏み,が踏みたいがためにあのあの信号が赤になってるのに<え>飛び出したやつがいて危ない、うん、お前お前自身が真っ赤っかになるところだったよっっ <laughs> めっちゃ先生に怒られてましたね血でね危ないなんか知らんけどこんなのあったけどねいいかだからこういうこういうようなものでしょだから「エヴァンゲリオン」見たら そうですそうですそうです。何の根拠もない。な根拠ないない。ほら漫画読んだらバカになるよとか。うん、うんうん、今や漫画は文化ですからね。そう文化。日本の世界に発信されてますから。そうそうそう。であの漫画をね、なんて言うんだろう。あのじっくり本当に時間かけて内容全部把握するぐらい読んだら。うん なんて結構いい話とかものものいっぱいあるんですよありますありまますすああ鶴目独身寮って知ってて知知る全く知らないです、ね、<laughs> あれ面白いですま,ま,まず見てみてパッと聞いて多分作者は鑑真だろうなっていうぐらいしか出てこないんですけど鑑真仏教を運んできた人ですねあ鑑真ね <laughs> 鶴木独身寮って言ってあのー、一応恋愛と人間関係が主にどんな感じなんですか 一応ギャグ漫画ですあごめんなさい漢字ってあのつ、ー、るはそれもカタカナ独身寮は<ー>あのー、独身の独身の毒に<ー>うん独身に寮寮はあの住む寮住む,の住む寮そうそうそう<ー>なか,かぐやの下請けの会社の同僚内でのいざこざの話だとかそういったものがあの加わって最終的には この自分のこの主人公がねもう本当に家具屋の下請けの下っ端から始まったこの主人公が最終的にはあの世界のトップデザイナーになるっていう家具のトップデザイナーになるっていうところでいろいろ人間関係があって白鳥沢玲子が出てくるんですよ誰よ <laughs> 誰よエースを狙えかマジでこれ知ってる人いるといるかなあ,あれもいい漫画ですちゃんとじっくり読んだら本当に<ー>ああこれわかるってなる<ー>ところは多い漫画だったら僕今まで実はじっくり読んだことある、うん、で今でもちゃんとこの物語をきちんと覚えてるっていうの3つしかないんですよ「何スラムダンク、ああはあ、デスノート」ああ「バクマン」 ワンピースも読んだりしてるんですけどどうしても覚えきれなくていや俺も全然覚えきれない,細かい部分スラムダンクはあれは,スラムは俺バスケットしてる人は絶対読んでますよねでチームは日本の日本当時日本にあった高校をイメージしてたんですよで個人個人は NBA のプロバスケット選手だったりとかっていうイメージをしてるんですよ。そうそう、両方の田岡茂一は沖縄の麻と監督、そうそう、麻と監督、もう本当にそっくりですよ、皆さん、本物、僕見たんですけど、監督今もうね、退職されて、えっと、城北だっけ、ああ、じゃあ、城北、城北は茶タんだからね。 あやっぱそうなんですねチャ,タン校あのチャタンがすごく全国で有名になった時のた時それこそ、朝と監督がチャタンにいたとき、ね、のうん、うん、あ,あれがえっ、ー、とで、山王があるでしょ、秋田の、うん、あれはもう能代ですよね、野代完全に能代だって、能代高う。うん、でだから、主人公の桜木,、うん、桜木花道はロッドマンなんですよ。 デニス・ロッドマンデニス・ロッマでえっと三井三井久志三井14番目三井グリーンランドで寄せる熊本野手みたいな三井久志あれはレイジー・ミランなんですよ NBA のスリーポイントシューターすごく細くてでんでこんなやつが NBA 選手なんだっていうふうに言われたぐらいの 選手だったんだけどいざ試合に出したらボンボン入るえそれ仁宗一郎じゃなくてじゃなくてミッチーのモデルあ、うん、ミッチーのモデル<ー>レイジーミラー、うん、ちなみに仁宗一郎は海南の2年生ですかあっ、えー、海南の2年ああれは誰だろうなあのセンチだけど で、センターで階段に入ったんだけど牧、うん、とかにぶっ飛ばされてスリーポイントシュートをあれ以来毎日欠かさず1000、うん、本以上練習してる人総一郎あれ友達が言ってたんですけど誰モデルなんだろう友達が言ってたんですけど人<あ>だけはこの漫画の中で外してる描写が一回もないらしいんですよ、うん、全部決めてるらしいですへえ<ー>これ僕の友達が前回もう読み 読み切って読み切って読み込んで気づいたことはじき出したーーものらしいですよ、ね、メガネ君がいるじゃないですか小暮小暮は,い、小はあの当時ブルーズが3ーピートを達成した時期だったのでごめんなさい3ーピートって何でしょうかえっ、ー、と NBA で要はあの3回連続 NBA トップ優勝なるほどうん スリーピートって言うんですけど、<laughs> で、その時に控え選手で、あ,あ、名前忘れたな <laughs> 控え選手で、もう本当に要にあのなる選手ではないんですよ。なんだけど、この控え選手を出したことで、スリーポイントで逆転して優勝した年があって。<laughs> その、俺もうその描写を覚えててね。うん。で、何回もビデオで見てたから、 で漫画で見た瞬間にキーブルしショったのに分かるってから <laughs> こ,のこの場面分かるこれちょっとどの話かをちょっと置いときましょうか、うん、あえて言わずに、うんうん、大事な場面で出てきますから大事な場面であれ出てくるでしょ出てきますね絶対大事もうあまさに情景もそのままなのよ NBA のじゃあもう本当にそのまんまあにあ漫画で漫画で高校のインターハイを再現したというような。 だからあれ最、あ<ー>最高の漫画だよね、やっぱいまだに、まあね、黒子のバスケとか、ああいっぱいのアヒュルの空とか、ギ<あ>アボーイズ、アイルとか、いっぱいバスケット漫画ありますけど、やっぱり、スラムダンクだ、ね、っていうのは、やっぱ強いですよね、逆に言えば、アニメにしてほしくなかったけどね、俺は。ああ、インハイ予選だけやったんでしたっけ だったか俺はアニメは見てないんですよ。県のリーグ戦までやって全国大会はまだ放送してない話は聞きましたけど見てないんですよアニメは。なんでか分かるこの理由声とか俺の中での桜木花道の声はもうこれって決まってるんだよゴリの声はこれって決まってるんだよこれが全部覆されるからだからもう見るんだったらオープニングの曲までかな。 ディーンの曲きだっていやたくさんあるけどねディーンも歌ったしザードもあるしああはいはいオープニングああ漫画はね俺はあとは寄生獣かな考えさせられたのは右右あれはほら結果地球上の結局お前なんかが人間が環境汚染してるんだろっていうような締めだから。 おだから最,初最終的に共存っていうところに持っていくでしょ要,要するに宇宙人と。いや俺見てないから分かんないんですよ。ああなるほど。あれ見てくださいもう結構深いですよ。へえ<ー>、うん。こんな言ったら「竜神マブヤ」もそうだからねあ訴え方が。 あ面白だから、龍神番組は大人が見ても面白いっていうのはそこらへんだわけど、イッターが海を起こしてるんやしーとかって言うやしやったったっぺらかせれーってから、<laughs> イッターが海を起こしてからなんで終わったかそう除すんばってからっていうのが悪者が言うさーねうだからあれ、大人が見ても面白いわけよ、クーパーとかが言うさーねはい,、はい。 ああ今ここにいる方々は竜神マブヤにられてきたんです <laughs> アンレリーああ今僕から全く見えない位置にいるかもしれないんですけど、ね、ああ立ち止まってますうんそうね <laughs> ああそうなんだだからい,いろいろ漫画だから日本の漫画は本当に優秀ですよ、うん、あの逆説的に訴えるっていうか逆の方向から訴えるっていうのが結構うんそうねバトルロワイヤルってあったでしょ あああったあった,あった映画にもなってあ,<の><う>あれでしょ無人島で最終的に自分一人が生き残るっていうああそうですそうです修学旅行でああそういう生徒同士で殺し合いをしてもらうてあれ結局作者がちょっと見たんですけどああ作者としては命を大事にしてほしいっていうところから出発して殺し合いっていう手にしたらしいんですわ<技>なるほどねいやだからああいうテーマはもう、うん、だ結局実際にああいうふうになったらさ、うん あれ面白いよな、心理的になるよ。なりますよね。なる。で、あの、えーっとね、自殺島っていう、多分作者一緒かな。彼岸島じゃなくて。彼あじゃないじゃない、ない彼岸島はなんか、お化けが豪でしょ。<laughs> <laughs> <laughs> お化けが <laughs> なんかよくわからないですあれも、ね、そうそうそうちょっと俺も呼んだことあるけどもう呼んでないけどねじゃなくて自殺島っていうようなことでで実際同じなのようもうあの社会的に抹消された人たちがこの無人島に行くわけ、うん、でこっからもう出れないわけよ、うん、で出たらもう命の保証はないっていうことで、うん、まあ,あの漫画の中の海上保安庁が射撃するっていう。 されるよっていうところで、で実際、日本ではもうあのし、死亡届が出されて、受理されてるようなあ、もうその島に行った時点で、うん、<ー>そうそうそう、で、死因は自殺で、だったはず、多分なるほどねでなんだけど、実際、行きました、で、その人たちはどういう、なんでそこに行ったかって言ったら、自殺願望者なのよ。 日本って多いでしょ、もう毎年3万人以上、自殺者が出るっていうぐらい、い割合的には多いらしいな、うん、でそういった人たちがじゃあ集まったらどうなるんであろうというような形で、漫画を描いて、でこれ、面白いことにね、あのー、歯が生まれて分かれるのよ、派閥,派閥が。うん、一つは、もう本当に正当な派閥、はい、派閥派、要はあのー、規律もちゃんと守って、 で人間らしく最終的に生きて自分のタイミングで死のうよっていう人たちだわけ一つはもうあの自分の思うがままに欲情のままに生きた方が絶対いいで最終的に自分でタイミングで死ねばいいっていうような感じの漫画をうまく書いてあるわけさお<ー>そうそうで実際そういうふうにななるもし言ったらなるだろうなっていうふうにも うん、思う場面も多々ある一瞬悪,に悪のように見えるんだけどじゃなくてこれ実際人間の本能だよなとかっていうような感じの描写がいくつかあるわけよ、うん、あれ作者頭いいぜ、うん、本当にだから日本の漫画はねあ読んだ方がいいよ、うん、えだ熟読するただパラパラパラって、うん、だって俺「ドラえもん」小学校の頃見てたんだけど漫画で覚えてるの一個もないもん。 <笑><笑>でもドラえもんの話も割とダークなのはありますよね。ままあ、まああるね、あのー、俺が覚えてるので何かあったかな何かね何、うん、だったかなどんどん増えていくやつとかあ,あれ<何>違うやどんどん増えていくあの、ね、ドラえもんが、うん、あこれ言っていいんですかね<だ>内容話の内容別にいいですよね<れ>話の内容言っても。 にだって出てたんでしょだったら言うドラえもんが「伸びたから宿題やってて」って言われて伸びたはさっさと寝るんですよ明日の朝までに提出しないといけないかやってっつってドラえもんがやるんだけどちょっとこの未来の世界のドラえもんを引っ張り出してくるんですよはいはいはいそしたらだんだんドラえもんが壊れていってるんですよどんどん2時間後のドラえもん4時間後のドラえもん最終的に8時間後のドラえもんに今のドラえもんは追いかけられるんですよ <music> でそれで何名かのドラえもんで宿題片付けて終わったってなったら今度は2時間前のドラえもんが自分を呼びに来るんですよ、うん、あはいはいはい,はい,はい、はい、こっちの世界ではまだだからなるほどなるほどっていうのが永遠続いてる続いていくっていう話なんですけどだから次元がずれてずれてずれてそれが要するにタイムマシンでどん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 ぐるぐる,る,ぐ,る,ぐ,るぐるぐるしてるっていうのがなんかちょっとゾクッとしてわっ,ってなって。 あ,あるよねそういうのねだからななんというかこのなんか別に難しい話じゃないじゃないで,すかではない、うん、すごい描写はできるよね、うん、けどなんかゾクッとしたんですよ、ね、あ<ー>あそっかってなってそうそうそうだから結局あれだから言いたいのはまあ宿題は自分でやれではないんだけど自分のことは自分でやってでなんて言うんだろうその 未来とか過去とかっていうことにこだわらずに今頑張れっていうような訴えなんだろうかな。うん<分>どういう訴えなんですかね。多分そうじゃないわからないんですけど。未来から、例えば実際未来から来た人がいるんだったら、うんね、その人って何のためにいるんかな来たのかなだから最近ほらネットで1903年の うん、ロシアでの写真とかって言って、うん、でなんか風景画と人がいるんだけどちょっと離れて一人のおっさん帽子かぶったちょっとおしゃれな格好をしたおっさんが携帯持ってこういうふうな感じにしてるような写真なんですよ左手で携帯持って通話をしているような,格好ような写真、うん、格好<ー>なんだけど、あのー、でそれが要するに未来から今の現代から。から いっ,った、いった人な、だろうっていうような。ことを言ってたんだけど。俺からしたら、どうもこじつけっぽくで。まあ、言ったら。今の技術だったら、合成もできますしね。<laughs> そう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 。まあ、ちょっとロマンはないですけど。まあね。でも。もし本当に。過去未来に行ける。時間移動ができるってなったら。うん、俺いつも二つ思うのが。うん、あの、過去と未来、どっちに。 行きたいかっていう話ともう一個がどんな法律ができるんだろうっていうのがとっても気になるんですああなるほどね接触してはいけないなのか地上に降りてはいけないなのかああでも絶対破るやつって出てくるじゃないですか絶対出てくる法律って、うん、まあ破るために法律があるんだなんていう言葉が存在するぐらいですからうん、うん、まあそれは出てくるってなった時にもしああこの将来ですよ 過去に戻って過去に戻ってきて接触したってなったら <laughs> 今現段階で誰かが未来の人と接触してる可能性って絶対あるじゃないですかまあ、うん、もしそうだったらね,ですねだからそれが法律で決まったんじゃないさらにさらに3000年3000年後みたいな,な何が法律で決まる過去に行ってはいけないっていう法律が,が過去や未来に行ってはいけないっていう法律法律が3000、うん、年後にはできているかもそうそう だ,からだから1000年後には過去には行っていいけどそこの人と接触しちゃだめだよと3000年後には過去ももう行っちゃダメだよ、うん、過去未来に行ってはいけないというだから言ったら今考え方もあれですよね原子力と一緒ですよね、うん、一緒一緒一緒,一緒核爆弾作る技術は持ってるんだけど使っちゃいけないよという感じっていうことですよねだからこの辺がちょっと俺いつも気になるんですよねでもこれ繰り返しだまあここまで極端なものはないんだけど 俺多分ねこれね立証はされてはないと思うんだけどこれ相当昔からあると思うんだよ。いえば卑弥呼の時代からあると思うこういうのって。過去<や>未来からか。いやいやじゃなくてこの,あの秩序の問題あーいたちごっこじゃないけど、うん、やってはいけないっていうことに対してでやる人が出てくるじゃない。でやる人からだって必要性があるんだろうって言ったら今度はその当あの まとめてるやつが結局丸め込まれてで切り替わっていくで政権が変わったらもうなんていうのあんだけ全然やらなかったものが今までずっと堅くなにあの拒んでたものが政権変わったら手のひら返したように認めてしまうこれ繰り返してるんじゃないかなと思ってうん何だったっけ昭憲あわめりあわめりのれああわめりのれそうそうそう あんなあんな法律なんてさ綱吉のやつか綱吉えええだったかな綱吉死んでからすぐ亡くなりましたよね1か月経たなかったってあれあそうなんですかあの改正までに法律改正までにやっぱ将軍一人だけがあの法律の必要性を感じているわだったからね将軍だからねだからそういうものの繰り返しさね だからこういうものってね結局は何だかんだ未来も変わらないんじゃない俺なんかの孫の孫の孫とかさ、うん、何百年後とかでもこれ例えばさ何百年後例えばね500年後って言ったら相当な未来じゃないですか。 で 500, 万500年前の人は500年後のことは想像できないよね,よね基本的に,にで俺なんかも今からの500年後っていうのは想像できないさね、うん、で携帯なんてさ、うん、要は25年前30年前なんてあ,あったんだけど前も言ったけどあの一般的ではなかったのようん、うん、で一般の人なんか携帯電話っていうのが えー、一個人に1台っていうことは絶対にありえないっていう風な感覚だったのよそれがものの30年でこういう風に進化してるじゃない、うん、で今やインターネットもすごい,すごい勢いで進化し始めててでこっからどうなるのかなうん、うん、500年後のインターネットうん、うん、もうライ,ブライブとかもお家でできるんじゃないか 3D ライブって言ってから。 ぼんやり映るわけはい、はい、でも今それもうやってますよねえ <laughs> <あ> x ジャパンのヒデがうそ出てますよそれでバーンってあそうなのまさに今目の前にいるかのように CG でバーンって、うん、へえあ出てます出てますそういうのはもうマジで、うん、まあもちろんお金はかかりますけどだから本当に運善遅れベルのお金をかければそういう技術もあるわけですよねだから世界各地で同時にライブができるんですよる、ね、なるほど いやあ、これだったら面白いよね。だってアメリカのアーティスト自体がさ、うん、じゃあライブやりますってチケット購入して、で、ある、なんていうのあの、例えばチャタンのここでさ、観覧車の下で、うん,うん、うん、ライブありますって言って、で、チケット購入した人はって言って集まって、うん、で、そこでだから、同じライブと同じような形でできるんでしょ。いやーこれは面白いんじゃない、うん、でもあれ、クローンとかって無理か。 どんな、なんですかね、<laughs> かうん、ごめんなさい、話ちょっとはりますけど、うん、物珍しそうに中を見る人がどんどん増えてきてるんだけど、高校生高校生中学生成人そのノリは絶対未成年だよね。<laughs> ラルフ・ローレン来てるけど、<laughs> データか、何何 ?40?40 40、OK。OK、お疲れ。<laughs> <laughs> 絶対嘘でしょ ねえ聞こえそこから外からどんなに大きい声を出しても聞こえないのよ、ここまで本当よ、なんかね、あのー、なんだ、俺の,俺のだけか、うん、音があれしてるああ、多分ちょっと接触が、接触してるんか、か音は大丈夫か、外にも聞こえてる感じだね、話、ぶった切ってしまったけど、そうね、次元の話ですよね。いやだからそれも うん、あ,あ違うやデジタル技術の話デジタルそうそうそう,そういやだからライブがそのままできるっていうんだったらさ、うん、ああ面白いなとは思うんだけどねで実際まあ500年後とは言わないでも10年後も正直見えないよな見えないっすね <laughs> 特に沖縄は今から <laughs> 今から500年前って言ったら 1517年ですよね。1517年、江戸時代前だね。まだ関ヶ原もまってないぐらいですよ。天保も伝来していない。こんな考えたらすごいな。キリスト教も伝来していない。まだか。そうっていう時代ですよ、今から500年前は。って言ったら、で、それでさ、うん、要は刀で戦をやってた時代なんだろう そうですね刀で戦ってて外にガマがいるがやるな <laughs> <いや> <laughs> カメラで見せてあげたいんだけどなこ,のこれね全国で聞けんのよこのラジオ映像も全国に配信してるんだけど目の前であの4人のね多分高校生らしき人たちが集中トレインの,あの絵を描く動きをしてるんだけど一番後ろの彼だけがただ仁王立ちしてるのよね、うん、全く動かないのよ腕組んで <laughs> まあいいんだけどどうでもいいんだけどさありがとうねありがとうありがとうねありがとう楽しんでねうんだからどうなっていくかっていうのはやっぱり知,知っちゃいけないのかな予想できる範囲って決まってるじゃない,い<や>今でもそうなんだけどでも本当に例えば20年前に予測してたことってじゃあどこまで実現できてるのか たぶん俺超一部だと思うよ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」がだって今年だったあそうそうそう今年の10月えっ10月の何日だったんで二十何日とかでしたよね確かそうだった、ね、あれが30年後でしたっけだったかなちょっとごめんなさい俺ちゃんと覚えてないんですけどそうそうそうあの時は30年とかこの2015年

二十一世紀はタイヤがなくなった車がちょっと地面から浮いて飛んでるみたいないドラゴンボールでもあったさねあそうなんですかあドラゴンボールだってあ,あるさホイホイプカプセルでブシュンってやってボンってやったらなんか車が出てきて<ー>ちょっと浮いてるさ浮いてますねああいうのが車になるって思ってたもんねん小学校の頃はうん、うん、めっちゃタイヤついてるな <laughs> 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 全部タイヤついてるななんならもう交通渋滞真っすかりですからね <laughs> <あー S 2> まだまだタイヤついてるねあだから未来がどこまで変わっていくのか街づくりも当然ねそれに関わってきますけど<う>だって僕が物心ついた時ねもう見はまってこういう状態だった。ああなるほどねジャスコがあってあ、まあ、イオンですねがあって映画館があってまあこういう観光客の方とかね,あののとかねたくさんいて。えー いいらっっしゃるっていうののがご、うん、ごくごく普通のあそうなんだもう俺なんか全然だか俺,が俺が学生まあ学生っていうか中学校高校の時っていうのはチャタンに遊びに行くっていうイメージは全くなかったからそうそう,うハンビーぐらいハンビータウンハンビーが一番最初に変換かなされたのかなああ、うん、なんだけど でもそれでもこっちには来なかったなだからこっちら辺は覚えてないわけ俺砂辺はなんとなく覚えてるでもなんかパチからちょっとこっち側も全部海だったっていう話は聞いたんですよ全部この辺埋め立てだからいや覚えてないな要はほら中学校高校なんて遊べる範囲って決まってるでしょ車持ってないしだから近いけどさ沖縄高校だから近いっちゃ近いんだけどう 半瓶までは覚えてる。で、こっち通り過ぎて、砂辺,砂辺の。あの海岸ですよね。うん、うんあ。ゴーカートがったのよ。ああ<ー>、<昔>言ってましたね、うん。あれはなんとなく覚えてるんだよな。だ今またあそこはね、いっぱいカフェとかバーとか、バーって連なってるところじゃないですか。 まあ、もちろんその中のお店からね、今日う、C1 に出てる、そそそそう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 ,そう当然あるとは思うんですけどあるとは思う、うん、だから、町このデジタル機器の進化だけじゃなくて、街っていうのも、そうね、どんどん変わっていくじゃないですかいやー、だからこれ、チタンはでもあの成功例だと思うんですよ、うんうん、こんだけ変わってるっていうのは。うん、で、いろいろほら、あのー、たくさんの人が来るじゃないですか、はい、外国人も含め。うんで今 今やもう本当にアジアからも来るからねそういった意味でだったらやっぱり街の変化ってここ20年いや25年ぐらいか、うん、で相当変わったからね、うん、だって新都心もさあの那覇のあ,あそこも返還されて20年放置だからね、うん、あのー 土壌汚染されてたから、要はあっちに建物っだったり、たりそうあの建てきれなかったのよ。うんうん、で、だからそれで、えっ、ー、と、まあ、20年ぐらいちょっと置いて、うん、あれ最低でも15年置かないといけないんだって。うん、あの、今の段階でね。今の段階では、えー、15年置かないといけないんだって。で、そ、それで、えっ、ー、と、ようやく、この解放されたのが、それでもうん、うん、 それでも10年ぐらい前だよあの活性化し,し始めたのはうん、うん、俺が大学帰ってきてからぐらいだからうん、うん、1、うん、2 3年前ぐらいじゃないかなまだまだ最近だよなねもうバーンって一気に街づくりができてますからねだから俺なんか買い物はもう国際通りだったもんああそうかほうほうほうみんな人家目合い寄ってよ <laughs> 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 近めって今度のリスナーさん分かんのかな <laughs> 分からんと思うけどまあ要するにまあね金ありちょっとあのヤンキーのやんちゃな先輩たちからな,な,んなんていうのたかりっていうのああああ日本語でああ,ああいうああいうので、えー、お前ちょっとジャンプしてみいってからうんんうん当にこんな感じだったからああ、うん、路地裏に連れていかれて今あの 目の前に僕の友達とおったんですけど全くラジオのほう見ないで <laughs> 気づいてない気づかずに生きやがったな <laughs> あの野郎この話をしながらあそっかでまあでもやっぱねちょうど10歳違いぐらいじゃないですか僕とたくまさん今 20? 今年5ですじゃあもう一回り以上上で俺え俺蛇だもんねえうしとらたつみ馬 三、三、うし、虎、う、たつ、三、俺38、39で、あそうなんだ、そうそう、ずっと35ぐらいだと思ってました、拓真さんのこと、違う違う、俺51年生と一緒だ、52年生だけど、まあ、学年でいえば51年生と一緒だった、早まり、早まれ最高の日でしたっけ、最高の日、そうそうそう、最高の日、3.15ね、五。おお。だから、その、ひ一回りちょい下になると、 うんうん、買い物ってなると三浜、うん、中学校の時はで高校ぐらいになってちょっとバス移動で少し距離が増えると、えー、メインシティもしくはメインプレイスプレイスの方かシティの方で、うん、シティかプレイスかどっちか、まあ、3円ですよねでっかい3円でその後車を持ってからはもう本当にアウトレットとかああまあまあね国際通りとかいろいろあだろう大人な で、から逆に俺、国際通りで買いものは、めっちゃ少ない。こっちの方が、チャタンの方が多い、本当に。近いっていうのももちろんあるんだけど、んなんかね、あの、全部揃ってるでしょチャタん。うん。うん、福屋も。福屋ももちろん揃ってるし、で、いや、あの、いろん、いろんな、あの、昼食、夕食を含めて、いろんなものが、なんていうんだろう、スケジューリングできる街さ。 はい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 、うん、はいあの国際通りとか行くとさスケジューリングしにくいんだうちなんちゅうはねう俺,俺はねなんとなくわかる国際通りのあのお店行って次どうしようかってなるわけよでお店が多分食堂いろいろお店あるんだけど変わるからさうん、うん、で どこで飯食おうかって言ったら結局そこで調べないといけないみたいな。こっちはもうほら、俺行き慣れてるし、もうわかるじゃない、うんうん。じゃあこっちで例えば、ジャスコで買い物して、向こうで昼食ってとか、うんうん、時間、ああ、何時から何時、ちょっと空いてるなって、映画ちょっと見るかみたいな、うん、そんな感じでスケジューリングできる街なのよね、ここって。うんうんうん うん、本当にもう全体的にねいろんなものがあそうあとやっぱりもう一番はもうこの駐車場ですよね駐車場だね、一番は。だってこれ無料だもんそう、24時間止めれますからね、そ、うん、そうそう,そう,そう、うん、やっぱそれは大きいなあっていうのはすごく感じますけどね、うん、だから、そういった意味でだとね、やっぱり、茶炭はかなり成功、まあ、街としてね、うんうんうん、うまくいってるものだと思うし。 でいろんなところで飲み食い、買い食いい,いろんなところあのやる場所あるんだけど全部ここでまとまってるからね、うん、あ歩ける範囲じゃないですか、うん、あだから場所によっては結局車で移動しないといけないとかっていうところでもないからこんな、う、だ、んうん、かんだそう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 やってるからね入ってるからね,からねそれも全て、うん、<ー>ぜひへお越しください くださいということでエンディングいきましょうかエンディングは4番目でしたえーいてないですか見れよあそっかケースに書いてあるんかケースに書いてあるねいや3だね何の話してるんだろうと思ってんだろうねはいそろそろエンディングです さあエンディングでございます。はい。ちょっと、あれか、ボリュームが。これぐらい ?BGM として、これもうマックスだよ、でも。あ原因の問題ですかねかもしれない。あっちが。ああ。かもしれない。うん。まったく放送に乗っけるべきではないかいわ、今。打ち合わせでやっとけよって。 放送外なのか放送内なのかよくわからない会話ですよね、<laughs> ずっと。まあ、だからそう、こういうのがいいんじゃないかなと思って、なんていうんだろう、いろいろこの放送内でさ。 あのー、紹介したりとかってもうほ,ほぼほぼアドリブじゃないですかそういった形でいいんじゃないかなってずっと思ってるから <laughs>、まあ、特に直す気はない <laughs> 特に直す気はない、ね <laughs> えー、ちょっとツイッター一個だけ紹介しますかね時間ないんですが、うんえー、スプリームさんでいいのかなスプリームさん「空飛ぶスケボーはレクサスの CM でありますよ」うん、あそうなの？そうなんだ空飛ぶスケボー 流なをちょっと見たことないなよくわからんなもでももう CM でできるでもあれですよねあの矢沢永吉もだってハンドル持たずに自動運転してます、ね、ああなんかなんかブレーキ踏まないでもん衝突させる,るっていう,もう機能はもうついてるじゃないですか、ね、こ,この技術って本当にすごいと思う、ね、すごいですよね、うん、いやまた来週その辺は 話しましょうかね。ちょっと待っ技 <laughs> 術の進歩の話をしましょうか。<laughs> いや来週もう11月の半ばに入っていきますけど。来週何日？11月15日か。はい。じゃまた来週。はい。お会いしましょう。お相手は宮城たくまと。一年望めでした。うん、じゃあねバイバイ。